こんにちは、雄大です。外壁の角につける木材を作っていきます。これは前回の動画の25日分の映像になります。はい、キャンピングカー DIY 26日目です。キャンピングカーの角のところの角材を固定して1日置いたんで、今日はそれの固定をしていきます。こういう感じですね。だいぶしっかりとね固まってくれて、でこれを角にこうはめていくっていう感じですね。この角を固定していきます。コーキングもして防水テープも貼っていきます。銀のテープなくなったんで、この透明の水中でも使えるっていうゴリラテープで貼っていきます。ボンドもたっぷり塗って貼ってきます。壁はね、ほんと迷いますね。この外壁の感じに合わせて全く同じ感じで貼ってくっていうのもありなんですけど、なんかねちょっと重たく感じてきて、最初は黒色めちゃくちゃかっこいいと思ったんですけど、自分がちょっと慣れてきて、なんか黒が少し重たく感じてきてるんで、だったらもうそのまま塗装せずにこの色のままで、でそれでニスを塗るみたいな感じでもいいのかなと思ってきましたね。もう切れ目も入れずにもう一気に貼っちゃってもいい気もしますね。ここだけそれでもいいのか。一旦ねこのままこの色がやっぱ好きなので、この感じで貼ってみようと思います。とりあえず切っていきます。最悪後で塗装もできるし、迷ったらこのクリアのままっていうのが一番いいです。ここ角後でね角材とかで留めるので、ボンドと仕上げ釘でパンパンパンって留めていきます。
応ここはねコーキングとかして窓枠も作って、でここ換気扇のフードカバーがつくので、この辺よく見るとちょっと隙間とかあるんですけど、これで OK です。はい、27日目です。キャンピングカーも完成近づいてるので動画の見栄え的にちょっと進みが遅くなってきてるんですけど、やっていきます。まずこっちの買った窓のところの隙間をコーキングして、それでプラス防水テープをつけて、でその上にまた角材で窓枠を作っていくっていう感じで、ちょっと30ぐらいの予防していきます。あと反対側の木窓の方も隙間はコーキングして、プラスでその窓の部分も作っていきます。まあ、木窓の方はまあヘリンボーンなのかオルテガ柄みたいな感じなのか、それともこういう感じで外壁みたいな感じの窓を作るのか、それとも何も塗らないのかとか、まあいろいろ候補あるんですけど、ちょっと考えながら一個一個やっていきたいと思います。なので合計は窓3つか、木窓は窓3つあるんで違う柄でもいいのかなと思ってます。それではキャンピングカー DIY27 日目、スタート。仕上げ塗料とかもその上からできる変性シリコンでコーキングしていきます。前回はね普通のなんかコーキング剤を使ったんですけど、変性シリコンの方が耐候性とかも高くて、こういうね振動とかあったり、まあ、プラスでその上から塗装とかもするので変性シリコンの方がいいということで変性シリコンにしました。ブラックです。じゃあこれ早速ねこのコーキングガンも買ってきたのでこれで塗っていきます。コーキングしてヘラとかでやったりもするんですけど、なんだかんだ指でなじませるのが一番浸透させやすくて、まあ、やりやすそうなので指でやっていきます。この穴を開けると、まあ、調味料と一緒ですね。ここは L 字アングル多分つけるんですけど、一応コーキングもせっかく今開けて余ってるのでここもコーキング打ってきます。はい、まだねちょっと余ってるんで 1x4 で黒く囲ったところの継ぎ目とかその辺もコーキングしていきます。黒なんでそんな目立たないと思うんで全部やってきます。マスキングテープなしでやってるんで緊張感があっていい感じです。したいです。これでとりあえずもう内装とか置いといて外壁が完成して固定したらもう一旦ね旅に行こうかなぐらい、もうねすごい車中泊欲がすごいです。初号機がある時はもう毎週のように車中泊してたんで、もう早く車中泊がしたいですね。夏でも涼しくてなんかおすすめの場所あれば
コメントで教えてくれると嬉しいです。一応夏の車中泊では、長野県登山が好きなので長野県の標高高いところ行ったり、北海道が今のところの候補です。もう車中泊欲が溢れてきてます。最後までご視聴ありがとうございます。27日間でだいぶ進みました。もう僕の心はこの DIY 欲より車中泊欲が溢れてきました。外壁の色もね、なんかね重たくなってる感じがしたので後ろは白木のまんまでやってみました。横面ももっと白木というかそのままの木の色をもう少し使ってもよかったかなと思うんですけど、逆に後ろがいい感じのアクセントになって自分好みの外壁になったので気に入ってます。あと2号機の T シャツなどをデザイナーの方にお願いして今作ってもらってます。完成と同時に告知をしようと思ってるので迷ってる方はぜひ購入してください。キャンピングカー DIY は毎週金曜日の8時金八で更新中です。最近はね本当キャンピングカーばっかりで山開拓とかはサボり中ですが、秘密基地作りとかそちらの方も興味ある方はチャンネル登録お願いします。